盗まれたものを返しに来た、はあ、またこれを拝められようとは。ここの僧が命を捨て守ったものだ。そやつはそうではなく、我らが受け入れた百姓です。ある朝気づいたらこの仏像と私の装束を持っていなくなりました。それは驚いた。盗人なのか。やつも等しく自らの行いの報いを受けたのでしょう。
賢治の酒があれば火の打ちどころがないのだが、長話を聞かねばならぬか。神社が荒らされておるな。俺の仕業だ。狐のムクロド、神の使いを辱めるとはな。元には戻るまい、よくも先人の努力を。むごいな、悪心を起こしたようだ。対馬の民に対する侮辱だ。犯人を知らぬか。猛虎だ、奴らの所業か。まだ兵がおるはず。Эй, ну-ка, чуть-чуть!
黙れで行けよ、マハロン。おい、ウドウクッチャ張った。あっちスペリヤマルネギョムハルボン。ヨマタヘルテンバイガヨエンハルトコズバイオツァデルセルセルセルバイヤマシルボンウフテルボロッノNas pusat. Tertin bagayu. Hen har qojman. Otse, yamar tash betin bagara. Akhad uchivo, uchtir bolokno. Dırbiş basın balıkta.
前退。 今ので最後。よし、お主ら、友の仇は討ったぞ。どうか成仏してくれ。 Send me.
怪我人か。下がれ。見れば行方も知らで草枕雪つかるまで止まることなし。
お目に書かれて光栄の極み。さあ始めましょう。鉢を構えてください。引く意志はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。
引けば生きて返してやる。僭越ながら。来世では誠の武人となれ。
生き残りがおる。いや、透明、襲う相手を誤ったようだな。動くでないぞ。
とどめを刺してやる。いや違う、こいつらは俺が殺したんだ。他の連中も殺してやらなきゃ気が済まない。仲間ではないのか。手を組むよ、脅されたんだ。そうすりゃ家族の借金を返すと。何年も仕えてきたのに、家に帰ったら家族はみんな殺されていて、家財も盗まれてた。あいつらを一人残らず殺すまで、まだ死ぬわけにはいかん。お主の意中は分かったが、一人では無謀だ。手を貸してくれないか。俺の名は五名だ。酒井仁だ。住処に案内しろ。早く殺しとけよかった。まだ遅くはない。行くぞ。知っておることは全て教えろ。八重のことならば喜んで。八重の外に人がおる。物見だ。真っ先に始末しなきゃな。海辺に蔵がある。あそこに盗品を置いてるんだ。あそこは？あれは連中の寝床だ。中には誰が？野党の頭の五郎八だ。あいつだけは許せない。随分と大きな野営だ。この地の民も脅かされておるはず。行こう。残念だってな。まとめて殺してやる。気を入れろ。五秒だ。殺したはずだぞ。俺も聞こえた。気をつけろ。俺よくも。力いったようだ。立ったようだ。死ぬで高いのか。どこにいる。こっちはさっぱりだ。矢が来るぞ。見つけ出せ。
し。あっちから行ったようだ。手を抜くなよ。矢に気をつけろ。君やつで矢が尽きるはずだ。矢が飛んでくる。わかった。畜生、どこかに隠れてやがる。俺も聞こえた。どこだ。死ねえ。奴が逃げようがどうでもいい。抜くなよ。気を抜くな。隠れた。矢が飛んできた方向に行け。おじけづいたよ。矢が来る。隠れろ。誰もおらぬか。いずこへ行った。おお、トミオ、家族を殺したのは俺だぞ。ゴロハチ、覚悟しやがれ。ここはできたか。
でなければ癒せぬ。この命はあなたに拾われたようなもんだ。家族の敵は撃てたな。あなたのおかげさ。すまないが、もう一つ頼まれてくれ。死んでもこいつらとは言いたくないんだ。わかった。安らかに眠れ。お侍様、てっきり亡くなったのかと。まだ生きておるぞ。ここで何をしている？我が家の染めの技を残そうと思いまして、店を開きました。黒に染め上げましょう。火に焦げた木のごとし、カラスの羽のごとし。素材をお持ちくだされば喜んで染めて差し上げましょう。夕闇の化身が太刀を携えているようだ。黒が映えるお方だ。夕闇の化身が太刀を携えているようだ。猛虎は影が襲ってきたと思うでしょうね。では。ソラ、ヘンディグも行ってこい。Stop!
ありがとうございます。道中気をつけよ。どうぞお受け取りください。こっちだトラ。お力になれず、かたじけのうございます。謝罪などいがぬは、役立たずめ。百姓ならば、あるいは。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。